それから地域スポーツの促進というのも掲げさせていただいております。東京オリンピック東京五輪目前でございます。弘前さんの台湾を組んでという話も先般出ておりました。今別の方でもフェンシングの話でございますが、青森市残念ながらですね、これまでスポーツに、ご関心残念ながらリーダーの方薄いというのもございまして、これだけ、野球それからサッカーバスケット地域で非常に競合の団体あるいはプロスポーツもお持ちであるにもかかわらず、それについて肯定することなくですね、そのこうオリンピック直前ヒントは先々国体も見据えてですね、どうしてこの地域スポーツを青森の宝にしていくかという思いが足りないと私は思ってございました。いわばスポーツ王国青森と書いてございますが、そうした地域の競合あるいはプロスポーツこうしたものをですね、青森ブランドとしてしっかり育てていく、これを掲げてございます。